キャンパ講師の IB 異文化同化シリーズへようこそ。本日のテーマは異文化における誤解を防ぐための DIE 法の紹介です。海外のことをいくら勉強したとしても現地に行けば必ず何らかの問題が発生しますし、コミュニケーションするときには誤解が当たり前のようにあります。仕方がありません。例えば私も日本で真面目な人とたくさん仕事をするわけですが、仕事が終わって一緒にご飯食べに行きます。その後は二次会があって三次会があっていつの間にかはカラオケにいます。そうなるとちょっとこういうのがたまにあったりしますので、最初は正直ショックでした。何この人、何それ。一度でもそう思ってしまうとその後でまた真面目に仕事するのはかなり私にとっては難しかったです。私たちは海外でちょっと変なことを見てしまうとすぐ変なことを考えて誤解してしまって、そこで結局人間関係がダメになったり仕事がうまくいけなくなる、その可能性が高いでしょうし、そういうこともよくあります。それらの誤解を防ぐためにどうしたらいいか、その答えを出すためにはまずはその誤解の仕組みを理解しなければなりません。それは私たちは何かを見てあるいは何かを聞いてその瞬間すぐ何らかの解釈をしてしまいます。例えば古い写真にはなりますが、こういう人を見てしまうと何や寝てる、何してんの、やだなという解釈になります。私もプレゼンテーションするときにはやはりこういう光景たくさん見ました。その時は、日本のことはまだまだ深くは理解してませんでしたので、単純にこういうのを見て一生懸命ここでプレゼンテーションしてるのに寝てるんじゃん、聞いてないじゃん、やっぱり興味が全くないんだ、誤解ですね。そのもうこういう姿を見た途端寝てるんだ、自分のことを無視してる、それを解釈してしまいます。その解釈はほとんどの場合私たちの文化、その文化の価値観、その常識によるものです。つまり物事をありのままで私たちが見るのではなく、自分の価値観のそのメガネ、そのフィルターを通して物事を見て考えて解釈するわけです。目から入った情報が頭の中で処理されて解釈が出来上がる。その解釈が出来上がりましたら、それが次はうちの心に入ります。つまり心の中評価を行います。やだ、嬉しい、悲しい、そういう感情的な評価ですね。その評価が動機となって私たちが行動します。例えばこういう目つぶっている方を見て解釈して寝てる、心の評価は彼らが私を無視してるんだ、興味がないんだ、そうしたらここの判断は怒りかもう絶望ですね。怒りもしくは絶望が次の行動を誘導するわけですが、当然その行動があまりよろしくないでしょうね。でそもそも私たちの文化による解釈がもっとなっているわけですから、その解釈が間違ったらもうこれから全てが間違うわけです。で非常に危険ですね。見る、解釈する、評価する、それは一瞬で行いますが、自分の文化の決まり事、常識がフィルターになって海外で同じ文化的な価値観がないわけですから、自分の基準が通用しないわけです。ということは誤解、ミスアンダーステンディングの可能性が高いです。ここでいよいよ DIE 法が登場しますが、 DIE は Describe、 説明する、描写する、 Interpret、 解釈する、 Evaluate、評価するの頭文字ですね。その DIE 法が一番言いたいことは何かというと、
何かを見て解釈してすぐ評価する行動するという一瞬のことをもうステップバイステップでやりましょう。そういう意味合いです。例えばプレゼンテーションをしながら相手がこういうふうに聞いてる、その時にはどうしてもやはり寝てる、もうやだ、怒りというのがやっぱり発生しますか。その感情的な反応に自分が気づいたら一旦ストップをかけます。でそこから DIE 法を使います。まずは D Describe、 つまり今目の前にある出来事は何だったのか、それをそのまま描写する、説明するんですね。解釈的に説明するんじゃなくて、どういう行動があったか、それを客観的に言葉にしてみます。例えば彼らは寝てるんだっていうのはもう解釈ですね。つまり客観的な事実として言えるのは、彼らが目をつぶって下向きながら座っている。私の話を聞いてる聞いてないのは知りません。ただ体の動きだったりとか、その状況をまず説明します。次は interpret、 愛ですね。 interpret は解釈という意味になりますが、大事なポイントは解釈は一つではなく、できれば二つ以上、三つぐらいをまず考えます。この例ですと、一つの解釈は当然寝てる、もう一つの解釈は何でしょう、例えば彼らが疲れてるから少し下見てる、あるいは彼らが私の話に集中したいから目を閉じる、耳だけを開く、その解釈もあり得るでしょう。ポイントはあくまでも一つの解釈ではなく、無理しても無理やりに2つ3つ4つの解釈を羅列することです。ちなみにこうすることによっては、私たちの脳が必死に働くわけですから、心は一旦休憩します。ってことはその場で湧いてきた怒りだったり、その感情はちょっとなくなります。分析モードですから、その余裕がないんです。つまりまずはもう冷静になる、その効果もかなりいいんです。最後のステップは evaluate、 評価するですか。単純に自分が 1,2,3 3つの解釈を考えましたが、それぞれの解釈に対する評価、感情評価はどうなるかを想像してみる。でそうなるとやはり大体はちょっと嫌な感情もあるだろうし、まあ、無視したという解釈に対して、まあ、それはじゃあ怒りますよね。でもただ疲れてるからちょっとなんかこう言っちゃった、そうなるとまあ喜んではないんだけど、怒ることも正直ないでしょう。そして最後に、彼らは耳だけに集中したいから目をこうします。必死に私の話聞きたいからです。そういう解釈が本当であれば、当然そのエヴァリエーションはもう喜びですね、満足です。DIE 法を教える時にはたまにこう突っ込まれます。まあ変に暴走しないために、自分の心を抑えて冷静になるためのやり方だと分かりますが、でも結局はその DIE 法で異文化誤解をなくすことはできないじゃん。だって勝手にいろんな解釈を考えて、そこで違う感情評価を、まあ、想像する、それじゃあ現場のコミュニケーションは何が変わるのという指摘ですね。まあ、その通りです。私もやはり異文化コミュニケーションに関する本もたくさん読んでますが、特に日本ではその DIE 表が入門異文化コミュニケーション、そういう初心者向けの本にはよく出ますが、その説明の仕方、その、まあ、売り込みはやはり異文化誤解、異文化抹殺をなくすための方法だって紹介されますが、そういうことではありません。本当の目的は単純に暴走しない、冷静になる、そして気づくことです。相手の言動、相手の行動にはたくさんのあり得る解釈があるんだ。でもどっちが本当か、
それがいくらここで分析しても、いくら考えたとしても、わかりません。じゃあどうしたらいい？簡単でしょ。相手に聞くのは一番早いでしょ。フィードバックを送るの。例えば、外国人の取引先と何かが問題があって、ちょっと自分がちょっと怒りそうになった時には、ギャーって喧嘩を売るよりは、その出来事をまず話しろ。こういうことが今あったんだけど、私から見るとあなたが私のことを無視してる、舐めてる、そういうふうに今解釈したんですけど、違う解釈もあるかもしれませんけど、まずはどういうつもりで、どういう意図であなたが抗議しましたか、それを聞けばいいんですよ。それがいろんな意味でいろんな理由でできない場合は、例えば違う人に聞けばいいんですよ。アメリカ人と揉めそうになった場合は、違うアメリカ人にこの出来事を説明して、そこにはどういうことがあったか。でもやはり本人に聞くのは一番いいんですか。そうできなければ違う方に聞く、その点もあります。つまり DIE 法の本当の効果は、衝突、ちょっと喧嘩があった場合でも、DIE 法で冷静になってコミュニケーションを続けることにあります。コミュニケーションが続けば人間関係も続く、やり取りが続く。つまり自分が物を言って、相手が物を言って、それぞれの見解、解釈、考え方を共有することができる。それはもう異文化理解につながる可能性もあります。でもだからといって、もともと問題になった言動あるいは行動は本当に悪いものでしたら、もう仕方がありません。さっきのプレゼンテーションの例でしたら、じゃあ今目をつぶっていらっしゃってるんですけど、私から見るとあなたが寝てるように見えますか、そうでしょうか。おお、そうです、だってお前の話はくだらないから、興味がないから寝ちゃった、そう言われればもう終わりですね。その可能性も当然あります、人間ですから。ただ異文化コミュニケーションにおいては、問題だなと思ったことは案外全然違う意味だった、全くそういうなんか喧嘩を売ること、失礼なことではなく、向こうの文化、向こうの価値観ならば、ごくごく普通のこと、当たり前のことだけだと。なので DIE 法を使うことによっては、たくさん発生するであろう誤解、異文化摩擦を少しだけでも抑えること、それが可能になります。では最後にもう一回 DIE 法の意味、そのステップをまとめます。 DIE describe、 描写する、何かあったか、客観的にそれを表現する、説明する。次は interpretation、 解釈ですね。ただ interpretation よりは interpretations、 たくさんのそれぞれ違う解釈を羅列することです。できれば3つ、2つでもいいんですけど、1つはダメです。2つか3つの解釈を無理しても考える。最後はそれぞれの解釈をどうエヴァルエイト、つまり評価するか、感情的な評価ですね。つまりこの解釈が本当だったら自分がどう感じる、どうするのか、もう怒るか、がっかりするか、喜ぶか、あるいは別に何の感情もない。そして相手の意図はわからないので、つまり 1,2,3 の勝手に考えた解釈の中でどれが本当か、それは相手に聞かない限りはわかりません。なので DIE 法を使うことによって、自分が暴走しないでコミュニケーションを継続して人間関係を継続する、そのために使うモデルです。 OK! Thanks for watching! 今日は DIE Describe, Interpret, Evaluate の3ステップ、異文化コミュニケーションモデル、異文化コミュニケーションにおける誤解を防ぐためのちょっとしたやり方を紹介いたしました。万能ではありませんし、もう全ての誤解をここでパパッと解決する、そういうものではありません。ただ暴走を防ぐ、冷静になる、少しでも動揺し続ける、人間関係を放棄しない、コミュニケーションを放棄しない、
そのための簡単に使える方法ですね。ですので私も非常にお世話になっております。毎日使っています。毎日使うわけですから、もう一日 DIE って考えなくてもいいんですよ。もうパッパッパッってできますよ。でもだとしても結局後悔してしまうことも今でもありますし、当然そこで失敗もあります。でも人間関係の問題が多かったり、コミュニケーションがうまくいかなかったり、その時は DIE をぜひ使ってみてください。異文化コミュニケーション、外国人とのコミュニケーションに限った話ではありませんので、本当にもう日本人同士のコミュニケーション、家庭内のコミュニケーション、恋人同士のコミュニケーション、全てに使えるわけです。そういう意味では万能かもしれません。とにかく使ってください。では See you next time. Bye bye.